平野紫耀日本の芸能界の窮屈さとビジネスへの野心の葛藤に迫る、金プリ脱退から見える彼の成長と新たな挑戦。ファンにとって衝撃的な発表がありました。キングプリンス以下、金プリのメンバー、平野紫耀、様、キシユータ、ジンの3人が来年5月22日をもってグループから脱退するとの報道が流れたのです。 しかし、この決断には平野仕様の成長と新たな挑戦への渇望が隠されていました。脱退の背景には、金プリの海外進出についての方向性の違いがあったようです。特に平野仕様は海外進出を熱望していたようで、当初は全メンバーが一丸となって海外を目指していましたが、その後方向性の違いが浮き彫りになっていきました。 結果的に海外進出の夢が遠のき、平野潮はモチベーションを失いつつあったと言われています。この違いに影響を与えたのが元メンバーの岩橋玄樹だったとのことです。岩橋玄樹が金プリを脱退してから、平野潮は彼に影響を受けていたようです。 岩橋玄樹はキンプリデビューからわずか5ヶ月後にパニック障害の治療に専念するため休養を発表し、その後キンプリを脱退して事務所を退場しました。しかし、その後はアメリカと日本を拠点にソロアーティストとして活動を再開し、自由な活動を展開しています。 平野の仕様は岩橋玄樹の姿に刺激を受け、自分の可能性を追求するために海外の事情を学ぼうとしていたようです。家族への深い愛情も平野仕様の魅力の一つです。彼は母子家庭で育ち、小学4年生の時に両親が離婚しました。母親が一生懸命に働いて家族を支え、平野の仕様も家族の幸せの 平野仕様の金プリ脱退日本の芸能界の窮屈さとビジネスへの野心の芽生えに対する鮮烈な感想。衝撃的なニュースが舞い込んできた。キングプリンスイカ金プリのメンバーである平野仕様岸優太神宮寺勇太の3人が来年5月22日をもってグループを脱退すると発表された。 来年5月23日からは金プリは長瀬角と高橋山の二人で活動を続けることになる。この脱退の背景には金プリの海外進出に関する方向性の相違があった。特に脱退した三人は海外進出に強い意欲を抱いていた。最初は全メンバーが海外を目指すことで一致していたが、活動を通じて違いが明確になっていった。 そして時間が経つにつれ、その違いはますます大きくなったという。海外進出の現実が遠のき、平野はモチベーションを喪失していた。彼の心に大きな影響を与えたのは元メンバーだったのである。前後編の後編。前編から読む。平野には影響を与えた存在がいた。それは元メンバーの岩橋玄樹だ。 キンプリのデビューからわずか5ヶ月後の2018年10月、岩橋はパニック障害の治療に専念するために休養を発表した。しかし、その状態はなかなか回復せず、2021年3月末にはキンプリを脱退し、事務所も退場した。その後、平野はアメリカと日本を拠点にしてソロアーキストとしての活動を再開し、 今年5月にセカンドシングルをリリースし、夏にはファンクラブツアーも開催した。岩橋の自由な活動は平野にとって魅力的に映ったようだ。平野くんや神宮寺くんはかなり頻繁に岩橋くんと連絡を取り合っていて彼が帰国するたびに一緒に会って海外の事情を聞いていましたと芸能席。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。